はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルの章が今日は荷物が届かないをお送りいたします。よろしくお願いいたします。ク黒抜けマトの発表がありましたよね。あの、翌日届けるという、まあ、あの、黒抜けマトのシステムが、まあ、完全崩壊。まあ、2日後、3日後、ちょっといつになるかわからないという形になります。で、まあ、最短でも2日後ぐらいになってしまうではないかという発表ですね。まあ、あの、これをね、あ、まあ、 それはしょうがないねっていうふうにね、受け止めている方いるんですけど、もう冷静になってね、本当によーく丁寧に考えてみていただければいいと思いますね。今までに、今までにですよ、あなたたちが記憶している歴史の中で、国の子山とのね、荷物が届かない遅延、もうちょっと無理ですっていうのがありました、今までに。 ないですよねだって次の日に届くっていうのがもう黒抜け大和だったんですよ。もちろんあの北海道とかね、沖縄とか、飛行機で届けなければいけないところは届かないですよ、それは。それ2日後、3日後。だけどまあ、3日ぐらいで届いていたじゃないですか。今、正直、沖縄だと、まあ、運よくね、リレーのつなぎが運よくタイミングで来れば3日ぐらいで届くけれども、大体1週間ですよ。 東京から東京から沖縄便、大和で出すと、大体1週間、本当に、1週間ですよ。今までないんですよ。で、東京から例えば埼玉県とか、東京から大阪、今まで1日ですよね。だけど、今後ね、まあ、あの地域によって、まあ、届くところもあるかもしれないということで、まあ、2日見といてくださいという話になっています。 これって記憶にないと思いますよ。じゃあね、何が起きてるのか、多分、言わないですよね。誰も知らないんですよ。え、それって発表あったんですけど、ニュース見たけど、なんか、あの、ドライバーとか人員不足ですよね。本当に真似受けてそんなこと <laughs> 思ってるんだったら、本当びっくりですよ。なんで人足りないんですか、じゃあ。逆に言ったら。人が足りないってどういうことなんですか。だって今仕事が、 ないんですよ。正社員にもなれないしね。で、ニュースでね、真逆のニュース流してるんですよね。正社員になってほしいけど、人がいないんだろうか、書いてあるんですよ。いやいや、そうじゃないですよ。正社員の枠を狭めてるんですよね。契約社員を多くしてるんですよ。で、正社員の枠はあるんだけど、入れないんですよ。で、なんでそんなことしてるかって言ったら、売り上げが落ちてるんですよ。もう全部。もういろんな会社のね、 で、それって、まあ、あの、まあ、難しいですね。その売上に関してねえ、そんなにだって赤字の会社ってないじゃないですかっていう人いるかもしれないけど、会社の赤字っていうのは、経理上赤字じゃなきゃいいんでしょそれは調整はしますよね。もうどうにかしてね。あの、もう本当に社員をクビにしたりして、まあ、人数いっぱいクビにすれば、とりあえず支払いが、給与のね、支払い減るので、 まあ、あの、なんとかトントンに持っていけるとか、そういうのを見ながら調整している段階が今なんですよ。で、クロニックメーターの話戻りますけれども、じゃあ人手不足って嘘なのいや、嘘ではないですよ。人手は足りてないです、全然。で、なんでいないのかってことですよね。で、それは、あの、前お話ししましたけど、バタバタと倒れてるんですよ。で、これを言うと、いや、倒れてるって、いやいや、調べたけど、そんな そんなには、なんか、亡くなってる方がね、そんな、いや、多いっていう風になってるけど、そんなにバタバタとか、ちょっとオーバーですよっていう人いるんだけど、あの、天国に行っちゃってるだけがバタバタ倒れてるじゃないですよ。あの、バタバタと倒れてるんですよ。わかります仕事ができない状態の人がいっぱいいるんですよ。今。私の周りでも、もう何人もいますよ。もう体がちょっとおかしいとか、 いや、多いのはね、脳が変なんですよ。言ってることわかんない、話がおかしい、理解できない、ぼーっとしている、行動が何か変、もうすぐ忘れちゃう、何にもできないっていう人が、私の周りも爆発的に増えましたよ。だまともに話がちゃんとできないんですよ。あの、頭の思考回路が鈍っちゃって。で、これ調べましたけど、理由があるんですよ。これはね。 いや、本当にね、あの、新型コロナですよ。新型コロナと、まあ、謎の注射 X。も両方とも、ダメ。脳がやられちゃうんですよ。両方とも。脳が。で、脳がやられて、まあ、体がだるい、起きれない。なんかもう、働く気が起きないとかね。まあ、そういうふうになってしまうんですよね。いやなってしまってしまう人が多いんですよ。 だから、とりあえずあの、運転しなきゃいけないんですかドライバーとか。だから運転が、まあ、できないんですよね。脳がおかしくなっちゃってね。ちゃんと運転できないんですよ。くたぶれちゃって。で、危ないじゃないですか。事故起こしそうな感じでね。うん、だから、とりあえずそういう仕事につかない。つけない。そういう仕事ができない。で、やっぱり配達とか言ったら、あの、やっぱり起点が効かなきゃいけないじゃないですか。ちゃんと住所に届けなきゃいけないしね。 でそういうのが細かいことができない。脳がおかしくなっちゃってるんですよね。本当に脳の機能が変ななってしまっている。だから今ね、学校の先生見たらわかりますよ。これ悪口でも何でもなく事実です。学校の先生おかしいんですよ。すんごい勢いで。なんだこの人っていう人ばっかり。もうなんかね、なんでしょうね。その教育者じゃないですよ。本当に。 ただ何かに追われて、とにかく与えられた課題とか、やらなければいけないことをただ一生懸命こなすのに、もういっぱいいっぱいになってる人ばっかり。学校の先生、小学校、中学校。いやいや、そうじゃない人もいますよ。<laughs> あの、これは全員じゃないですよ。多くなっているということですよ。本当に事実、多くなってる。あと、まあ、学校もそうだけど、普通の一般の会社でも、なんかね、 あのすぐにね、そのセクハラだとかパワハラだとか言って、あの、休んじゃうんですよね。いや、パワハラ受けてるんで、もう会社には行けませんとかね。で、長期休みみたいな形の方がいっぱいいるんですよ。うーん、まあそうかもしれない。確かにね、パワハラなのかもしれないし。だからそれが、まあうまく買わせられない人が増えたっていうことなんでしょうね。 で、これって、あの、小さいことかもしれないけれども、これはあの、やっぱり今、ウッキーロッキーとか、中華飯店がごちゃごちゃね、出てきてるような問題とか、それに通ずるところがあるんですよ。だって、あの、例えば日本の人々が国民がそうなっていく、うまくかわせない、起点がきかない、配達の仕事もできない、パワハラだって言って休んでしまう、脳がおかしい。 で、そういう人が増えたらどうなるかって言ったら、それって下の方の人だけじゃなくて、もう、上のね、あの、ふう、あの、あの下とか上っていう、あの、言い方がよくないですけど、あの、私の言ってるその下とか上の上っていうのは、あの、国のトップの、その、まあ、あの、しゃむじ岸田さんたちですよ。で、その上の人たちも、当然おかしくなってるはずなんですよね。だって一緒に生活してるわけですから、我々と。日本にいてね。 だから、やっぱりそういう人たちもおかしくなってきているので、例えば中華飯店が何かしてきたら買わせない。終ってもう体当たりだってことになりますよね。だからもうぶつかるしかない。コメントに実際ありましたよね。やっぱりあの、武力は必要だと備えなきゃいけない。あの、一応いろいろあの、過激な人は全部削除してますけど、すんごい山ほど来てますよ。で、ちょっと、まあ、ちょっとしたらそんな過激じゃないなって人はそのまま放置してますけれども、あの、そういう人は多いんですよね、コメントで。 いや、だけどね、あの、その人たちって、あの、含めて、要するに、武力しか、もう、ないっていうふうに、もなってるわけですよ。で、それって、絶対争いは終わんないじゃないですか。世界平和になんないんですよ。一生、ずっと、未来。だから、うまくかわす技っていうのを、練習しなければ、ね、いけないし、身につけなければいけないんですけれども、 だからそれがね、できる人がね、いなくなっちゃってるんですよ。脳がおかしくなっちゃって。本当に。だから皆さんの周りでも、あの、わけのわからない人って増えてると思いますよ。なんだこの人っていうね。いや本当いっぱい今出てきてしまって、これはね、あの、本当新型コロナと謎の注射 X の産物ですよ。あの、こ大学病院でね、研究してる人がいっぱいいて、ドクターが。あの、いろんなね。で、 あの、やっぱりね、両方ともね、脳をやられちゃうんですよ。で、その、あの、まあ、研究結果見ましたけど、脳がおかしくなってしまう。本当に。で、脳の思考力とか、まあ、脳に、まあ、あの、気持ちをさ作用するね、感情も作用するような部分があるので、あの、それがおかしくなっちゃうんですよね。だから、あの、簡単なことしかできない。簡単な思考しかできない。だから、やられたらやり返す。 というふうに、あの、単純化するってことですね、脳がね。うん、まあね、だからそういう人ばっかりになってしまってるので、まあ、これは始まりますよね、第3次おやつ大会。本当に。もうこれ絶対止まんないですよ。だって脳がいかれちゃってるんですから、みんな。うん、だからまあ、まあえー、ただ脳がいかれて、そのままずっと、あのー、変な状態で生きてるかって言ったらそうじゃないですよ。やっぱり脳がいかれたらね、 あの、どっかおかしくなっちゃうんで、体も行かれてきて、体のコントロールしてるの脳なんでね、まあ、体もしまいには、あの、おかしくなってガタガタになって、どうかなって、本当に倒れてしまう。ということになりますね。だから、だから、あの、そういう人が多くなってるので、あの、イギリスってえ本当そうなんですよ。あの、イギリスそうなんですよ。で、日本でそんなこと言う人私しかいないんで、あの、みんなね、え、本当ね、それ本当なのって言うかもしれないけど、あの、イギリス原理そうなんですよ。 で、あの、これは大問題だっていうふうになっているんですが、どうすることもできないですよね。もう、あの、要するにもう、みんななっちゃったんでね。そういうふうに。で、そうじゃない人がすごい少ないんですよ。だからその少ない人たちがまともな意見言っても、やっぱり多数決原理なんで、どうにもならないんですよ。本当に。だからこれをね、YouTube のこの動画を見ている人の9割は、どうかなっちゃってる人なんでね。 お前何言ってるんだっていう状態ですよ。絶対に。本当に。うん、だからね、厳しいですよ、世の中、これからね。まあ、あのー、そういう人たちが増えてしまったので、まあ、単純なね、あの思考回路しか持たない人たちだらけになっているので、非常に生きにくいでしょうね。全部ダメになりますよ。何もかも。当然、日本がこれから未来ね、どんどんダメになっていくと。 まあ、あの、いなくなっちゃうしね、人もね、どん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 ね。うん、だから、まあいい、ちょっとね、あの、本当生きに行くためには、今ね、ちゃんと脳がしっかりしていらっしゃる方は、あの、あんまり左右されずにね、そういうことに、しっかりとした正気を保ってね、進んでいく。これ本当重要ですよ。もう、まかり間違うと、そういう人たちに巻き込まれてしまいます。だから、ちゃんとしっかりしないといけないですね。 だからあの、賃貸契約結ぶとか、ね、銀行でローンのなんかやり取りするとかね、まあ大事な契約とかやってる時も、相手の言ってることが全然この人何言ってるんだってわかんない人だらけに今なってますよ。本当に。いや、あのね、なんでこんななっちゃったんだろうと思うぐらい。これは世界的な現象なんですよね。日本だけじゃなくてね。厳しい世の中ですよね。だからね、わけのわかんない人が増えて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 、すんごいいっぱいなってきてるんですよ。 うんだからね、あの、そうまあ、身近なことで、まあ、いっぱいそういうことが、まあ、実際、今、具体的に起きているということですけど、皆さんの周りでも、ま、起きていると思いますけれども、まあ、これからね、非常に大変だと思いますよ。まあ、本当にしっかり持ってね、あの、気持ちをしっかり持って、あの、ちゃんと進んでいかないといけない。だから、自分の身を自分で守っていかないといけない、ということですね。ね。まあ、ちょっとね、しっかりね、あの、ちょっと保ちながら、 進んでいきましょう。うん。ねちょっとこれはね、大変なことですよ。だから、黒井亀山との荷物が届かないっていうのは、そういうことなんですよ。システム上の問題とかね、荷物が多すぎるとかね、ないですよ。あの、それは荷物はずっとここ10年多いですよ。多いですけど、あのとにかくね、まあ、人が足りないとかじゃなくて、おかしくなっちゃってるんで、あのちゃんと働ける人がいなくなってるということですね。 まあ他の、それは、あの、会社とかね、他の産業でもこれは目に見えて多くなっているので、まあダメになっていきますよね。いろんなものが、どん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 ね、おかしくなっていくということですね。まあ、ひびが入ってきてるってことですよね。ということで、今日はですね、荷物が届かないをお送りいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。